メリオダス様、本当にこの森に7つの大罪は隠れているのですか？多分。確たる証拠もなしに来たってのか！あのな、この森にはとんでもない怪物が出るって噂も。根拠なら一応ある。この白夢の森は見た通り、馬での移動は困難だし、方向も見失いやすく、漁師や旅人も迂回する森だ。確かに身を隠すにはもってこいですね。おい、もたもたしてねえで行くぞ。はい。慌てるなよ。神経質な子豚は嫌われる。あ、誰が神経質な子豚だ。こら、これが、はい、メリオダス、言っとくけど俺が本物だぜ。これが森の怪物？確かにとんでもねえな。見分けがつかん。さてさてさて、一体どれが本物だ？私です。信じてください、何でもしますから。よし、なら今から全員俺の言う通りに動くんだぞ。返事は？はい。それじゃ、右手をピンと上げて、左手は頬、恥じらいの顔で俺の名を呼ぶ。メリオダス様。頬を相関。真面目に攻めしろ。よし、じゃあ最後思いっきりジャンプしろ。ジャンプ。ごめんなさい、無理です。すげえ！いたずら公認のハイド&シーク！森の怪物の正体はあいつらだったか。おうぞ！見失うなよ！あいつらが逃げる先に何かいるはずだ！あれ？女の子？おいおい、まさか！あいつらあの子を襲う気じゃないだろうな。あんな小さな子を襲うなんて。そうだぜ、あの小さな小さな小さく。
メリオダス様と共に旅をさせていただいているものです。団長と二人で。わけでエリザベスは聖騎士どもの暴走を止めるために七つの大罪を探して旅をしてるんだよ。そうだったんだ。僕ってばついうっかり早とちりしちゃってごめんなさい。とにかく俺はエリザベスと一緒に七つの大罪を集める。知りたいこともあるしな。うん、分かったよ。なら僕も行く。この嫉妬の罪、サーペントシンのディアンヌ、力を貸すよ。今のおかしいよ。この森には動物はほとんどいないはずなのに。ポポ、雨雲の匂い。あ、見ろ！これは、雷くん。なんだこれ。団長？体がしびれて、動かねえ。お前は。ようやく会えた。七つの大さらに。またな。団長がまたなって言ったんだ。話せ。ピリピリする男は女の子にモテないって僕が昔教えたろ。サンキューディアンヌ。後でお尻のお肉冷やしましょう。
心配してくれるのはエリザベスちゃんだけだ。